おはようございます。おはようございます。お忙しいところをリアスさんにダイバーの新製品聞きに来ちゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今回僕がおすすめするのはこちらのブレイゾンシリーズ。はい、日頃から僕霞のカンパリメインに使ってるんですけど、2024年ついにグラスコンポジットが追加されます。ブレイゾンの C66M プラスの G という待望のグラスモデルなんですけど、やっぱりこのグラスモデルで何を使うかっていうところは、僕おかっぱり目線でやっぱりロッドって1本でいきたいっていう気持ちが強い人間なので、その時にまあ霞だったらスピナーベイト、クランクベイト、あとペンシルとかポッパー、もうほんと幅広く使っていただける、でしっかりかけられるロッドが新しく出ますので、ブレイゾンの C66M のグラス、ぜひ1本でやるときに、はい、リアスさんの場合グラスコンポジットだと、はい、あれちょっとテキサス打ちたいなとか、はい、フリーリーグ打ちたいなっていうときとかっていうのは、はい、もう今日はもう巻物で行く。そうですね、今の話は今日は巻物でいっていう、はい、昨日話をしてしまったんですけど、まあ、はい、そうですね、僕テキサスとかやっぱ打ち物も好きなので、はいはい、でもう1本、はい、もしそうですね、1日を通して巻物と打ち物をやりたいって時はどうしてもグラス1本でやりきれないんで、はい、もう1本、はい、巻打ち物用のロッド、こちらも持っていただけると、まあ、どちらもできる。新しいこのグラスコンポジットが出て、はい、車の中に2本ぐらい積んでると思うんですけど、ブレイゾンシリーズだと、はい、リアさんのおすすめの打ち物です、これと一緒に持ってくる。そうですね、自分がおすすめしたいのは今ここにちょっと展示されてないんですけど、 MH のソリッドディップっていうのがあるんですよ、はい、それがすごいおすすめで、本当にそうですね、まあ、軽めのライトテキサス、はい、3.5g から、はい、5g、 あとは 7g ぐらいの普通のテキサス、はい、7g、10g、はい、すごい使いやすいので、それが一番のおすすめですかね。はい、バリアの SNS で見てると結構もう寒い時期も釣りまくってるような印象なんですけど、はい、そうですね、そこでですね、そこでもう一本だけおすすめしたいのがあって、はいはい、お願いします、お願いします。64の、あのベイトなんですけど、はい、64のベイトフィネスの、そうですね、64の L の、はい、BF ソリッドティップっていう番手があるんですけど、はい、これ超絶おすすめです。これリグは何ですか？シャットです。はい、寒い時期なのに結構シャットとブラグで11月からすごい釣れてて、それが全部使ってるのがその64の L の BF の ST、はい、ソリッドティップなんですけど、はい、かけたバス本当にそのソリッドティップがいい仕事してくれてバラさないです。本当にそれが僕の、そうですね、去年の、なんて言うんだろう、なんて言えばいいかな、まあ、ロッドの中の僕の AOI みたいなロッドでしたよ。それがすごいおすすめで、ぜひ一回釣り具屋さんとかに置いてあると思うんで、はい、試しに触ってみてほしいです。持った瞬間に分かると思います。まず軽いですし、はい、あとキャストがしやすいんですよ、はい、ソリッドティップで、はい、キャストがすごいしやすくて、はい、で食ったバスはもうソリッドティップがいい動きし、いい働きしてくれてバラさない。やり込んでる宮内さんがそんだけおすすめするんだったら間違いない。いや本当におすすめです。本当に今流行りの PR とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、PR なしでおすすめです。でちょっとハイシーズン、今寒い難しい時期、それで乗り切って、はい、いよいよフルサイズのプラグとかでガンガン振ってくるのってなったら、はい、この今紹介してもらった、そうですね、グラスコンポジットを使ってもらって、まあ、スピナーベイトから、まあ、クランクベイト、はい、まあ、あとはちょっとデカめのトップウォーター、はい、ペンシルとかを使ってほしいですね、はい、ありがとうございます。すいません、おすすめの1本とか言って3本出ちゃいました。いやいや、そういうのそういうの、はい、ありがたいです。2024年に新しく、ダイワルアーから出るこちらのスティーズブラーも 1.7、カスブラとハッシュタクこと橋本拓也さんのコラボなんですけど、見ていただけると分かるように、まあ、沈む虫ですね、はいはい、ただ沈む虫と言いましても僕がよく通っている霞ヶ浦、まあ、エビを食べているバスにめちゃめちゃ効きます。で使い方もノーシンカーからライトキャロだったり、あとはヘビダンとか、もう本当に何でも使っていただけるワームになってるんです。
そうですね、僕が大和さんに入る前、もうそうです、ね、4年5年前、はい、チャプター、まあ、トーナメントに出始めた頃に、はい、まあ、ちょっと小さいワーム、高比重なワームにラバーを刺して、でそれがすごい霞ヶ浦で効いたんですよ。本当に、なんか違うルアーを流した後にそれを入れると、やっぱ釣れなかった魚を引っ張れた、釣れなかった魚は釣れたことが何回もありまして、それを経験して、でカスブラのメンバーみんなで使ってたんですね。でそれを作るのにあたって、このラバーを自分で刺さなきゃいけないじゃないですか、はい、一個一個、はい、それがまあなんて言うんだろう、面白いけれど大変さはあるんですよね。それが今回このスティーズブラーモは最初からラバーが刺さってますので、はい、そのまま使うことができる、使い方と動きはノーシンカーでゴールさせると、こちらの4つのアームがすごい微波動にピリ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 っていう動きを出してくれるのと、抵抗になって水平に落ちます。あ、はい、だからワームがこうブレて落ちたりしないので、本当にバスに見切られにくいんですよ。でこの4つのアームに、アームの、微波動につられて、こちらのラバー、デコボコラバーが入ってるんですけど、こちらも一緒に動きます。そんなもう本当に食わせ重視、はい、だけどいろいろ使える、もう最高のワームが出来上がりましたので、スティーズブラーもぜひよろしくお願いします。はい、からさらに聞いちゃうんですけど、はい、聞いてください。これヘビダンっていうワードが出てきたんですけど、はい、こういうズングリムっぷりなのをヘビダンで使うんだっていう、はい、今印象があって、はい、まあ、こうエビって感じでちょっと音が、そうですね、そうですね。でヘビダンで使う時にも、僕テストの時にフリーディグとヘビダン使ってみたんですけど、はい、まあ、どちらもすごい釣れたんですね、はい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 、でこのヘビダンで使うと、まあ、このアームが水をすごいしっかり押してくれる、で止まった時はこちらのラバーが食わせの動きをしてくれるということで、このメリハリがすごい効くワームとなっております。具体的な場所っていうわけじゃないんですけど、はい、霞ヶ浦はもう本当にちょっと釣りづらくなってて、はい、勝村さんでもう徹底攻略してると思うんですけど、はい、どういうところ攻めれば今の霞ヶ浦って、このエビちゃんワームで、ズバリエビがいそうなところ、あ、足回りだったり、はい、ハードボトムのゴロ大使とかで使ってほしいです。ちょっとスロープ状になってて、なんか追い詰めのエビボイルとかが探検されるような、はい、そうですね、はい、でエビボイル直後にも、はい、入れてもらえると本当ライン走って、はい、いい魚釣れると思うんですよ。ちなみにフックは何番が、フックは1番がおすすめです。はい、ワイドなオフセットの1番が僕はおすすめで使ってるんですけど、はい、であとは、まあ、ちょっと話がずれるんですけど、はい、ヒバラコとかだと、夏場、まあ、8メーター9メーターとかのディープのライトキャロとか、さっきお伝えしたフリーリグ、こちらフリーリグは、そこまで重くなくて 1.8 グラムから 3.5 グラムぐらいのフリーリグで使ってもらうと、ヒバラコでいう立ち木回りとかですごい魚釣れましたんで、はい、それも試してほしいです。後ろに宮津さんのお得意の竿がいっぱい並んでるんで、はい、こんな竿だと使いやすいよみたいな、はいはい、なんかそうですね、おすすめの はい、ここでラインナップされてるのですと、はい、まあ、ストラクチャー周りで使うとこの ML の ST61 の、はい、こちらとか、あとはまあヒバラコ、さっき話に出てきたヒバラコで使うのであれば、はい、まあ、64の UL、はい、でボトム付近で、ストラクチャー感じながら、ボトム感じながら使っていただくのがおすすめです。細かい話になっちゃうんですけど、はい、そういった展開の時フィールドにもよると思うんですけど、じゃあ、はい、霞ヶ浦でこのタオでやる時、はいはい、ラインって何ポンドで組まれてるの？ラインですね、ラインはですね、まあ、PE 使うのかフロロ使うのかで変わってくると思うんですけど、はいはいはい、僕は飛距離を出したいんですよ。で PE で組んで、で 0.4、0.6 とか、まあ、基本 0.4 でいいですね、はい、0.4 で、はい、でリーダーが6ポンドからちょっとストラクチャーぐちゃぐちゃしてるところは8ポンドぐらいまで上げてもらって使うのがいいかと思います。はい、もうこれ店頭これからもう売ってるんでしょうか？はい、こちらは3月か4月には店頭に並ぶと思いますので、
まあ、一番いいシーズンってやっぱ5月6月のエビが湧いてきて、はい、あのアフターの時期に本当に釣れるワームになってます、まあはい、1年間を通して釣れるんですけど、よりパワーを発揮する5月、6月、7月にはもう手に取っていただけると思いますので、そうですね、ぜひ本当に試してほしいです。新しいスティーズブラーも行ってな、よろしくお願いします。